人、聞く人、ピアノ好きな人が増えること、少しでも皆様の役に立てたらなという思いでこのチャンネルをやっています。さあ今日もこんな質問をいただきました。かなかなさん、弟さん、こんにちは。いつも楽しく拝見しています。私は中学生までピアノを習っていましたが、大人になってからまた再開して日々ピアノを弾くことを楽しんでいます。今回ご質問したいなと思ったことは、弾けるようになった曲でもすぐ弾けなくなってしまうのをどうにかできないかということです。たくさん練習をしてやっと弾けるようになった曲も、新たな違う曲を練習していると結構すぐにスムーズには弾けなくなってしまいます。指が動きを忘れて、ものすごく譜読みしながら弾くような感じになってしまうんです。忘れてしまわないように定期的には弾くようにはしていますが、曲数も増えてくるとその反復練習も時間的にも難しくなってきて、せっかく弾けるようになった曲を少しでもキープできるコツがあれば嬉しいなと思い、メッセージさせていただきました。これからも応援しています。ありがとうございます。この内容に共感した方たっくさんいらっしゃると思います。あんなに練習したのに時間が経つと、なんでこんなに弾けなくなっちゃうのと悲しくなってしまいますよね。今日のレッスンは、弾けるようになった曲をキープする方法、何か弾いてと家族やお友達に頼まれた時に、うんいいよってすぐに弾ける曲を増やしていきましょう。それではレッスンスタート。私のピアノの生徒さんたちも、発表会で弾いた曲、せっかく完璧に仕上げたのに時間が経てば弾けなくなってしまって、なんでって言ってました。でも中には、いつまでも完成度の高いまま、いつでもどこでも弾ける状態の子もいましたよ。その子たちはその曲をずっと弾き続けているんです。忘れない努力をしていました。質問をくれたあなたも定期的に弾くようにしているんですね。ナイスですよ。だけど次の曲も練習しなくてはいけないし、他の教本の宿題もあるし、なかなか前の曲を弾く時間は取れなくなってきて、弾くことも忘れてしまって、弾こうと思った時には忘れかけていて、思い出すのに時間がかかり、悔しくて悲しくてはかどらなくなってしまいますよね。あー嫌だ。うー、こんな思いを一度はしているんじゃないかな。もちろん私もありますよ。そうならないように今日は簡単な方法をお伝えします。ではまず用意するものがあります。それは紙とペン。用意できましたか？今まで弾いた曲で、あなたの大好きな曲、ずっと忘れたくない曲、いつでもさらっと弾きたい曲のリストを作るのです。あなたの弾ける曲メニューですよ。そのリストは何曲でも構いません。まずは1曲からでもいいし、5曲、10曲、20曲、あなたにとって大好きな曲を書き出してください。こんな感じです。あなたもできましたか？そしてそれをピアノの近くに見えるように貼ったり置いたりしてください。そしていつものピアノの練習の最後に、メニューの中の曲を弾く時間を作ってほしいんです。時間があるのなら1から全部弾いてほしいんですが、上級になってくると1曲の時間が長くなってきますので、時間がある限りで構いません。またお休みの日などにピアノの練習の時間とは別に、あなたの弾ける曲メニューを全て弾く時間を作ってみてはいかがでしょうか。普段のピアノの練習とは違って、きっと楽しく幸せな自由な時間になると思いますよ。弾ける曲メニューを作っておくだけで、忘れたくない
弾き続けるぞという思いが常にあなたの中にあるので、忘れる前に弾くようになるんです。そしてやってほしいことがもう一つあるんです。そのメニューの曲を好きなピアニストが弾いているものでいいですので、再生リストを作って普段から耳で聞くようにしましょう。ピアノはピアノの前に座って練習することだけが練習ではなく、移動時間や BGM で耳で聞くということも練習の一つなのですよ。耳で聞き流しているだけで頭に入って忘れないようになります。そしてこれから習う曲、また舞台で弾く曲もあなたの弾ける曲メニューにどんどん足して、ご家族やお友達が来た時にご注文をどうぞとリクエストに応えて、ぜひあなたのピアノを弾いてあげてくださいね。ずいぶん前に弾いた曲、なかなか思い出せずに諦めてしまいそうになるかもしれません。でも一度弾いた曲は体と脳の一部が必ず覚えているので、必ず取り戻せます。よく生徒さんの中で、昔弾いた曲が全然思い出せなくてと嘆いてた大人の生徒さんがいましたが、大丈夫、あと1週間騙されたと思って弾き続けてみてくださいと言ったら、次の週にはついに頭の隅にあった記憶が取り戻せましたと弾けるようになっていましたよ。とにかく諦めないで弾いてくださいね。弾ける曲メニューを作るだけで、これから弾く曲も忘れないようにしようという意識も生まれ、ずっとあなたの一部に置いておけるようになりますよ。せっかく頑張って仕上げた曲、いつでも弾けるようにしておいて、いろんな人に聞かせてあげてくださいね。ピアノはあなたのこの先の人生の中で、ずっとずっとおじいちゃんおばあちゃんになっても弾き続けれる素晴らしいものなのです。こんなに長く続けられる趣味ってなかなかないんじゃないかなと思います。あなたの弾ける曲メニュー、どんどん曲数を増やしていくのもあなたの目標の一つにしてくださいね。ぜひ皆さんのメニュー、ファミリー練習室でも見せてくださいね。ためになったよという方、またコメントお待ちしております。それでは来週夜土曜日に頑張れ